こんばんは。あなたの前テレビ、錬金 TV のボスケです。今日はね、また電子官房をしてます。もうね、時期がね、もう本当に最後なんですけれど、オリオン大星雲をね、見てるんですけれど、今回の機材はね、またね、ベランダはね、騒々しいので、部屋の中でね、詳しく説明しますけれど、セレストロのね、トラベルスコープ80をね、使ってます。これがね、結構ね、いいですよ。それではね、早速ね、オリオン大星雲のね、今ライブスタックしてたんですけれど、もう一度ライブスタックしますね。こんな感じです。いや、むっちゃ綺麗ですよね。これだけのね、オリオン大星雲がね、さっきの、まあ、セレストロンのトラベルスコープ80でね、映せれるわけなんですよ。だんだんね、ライブスタックがね、進んできました。あれからね、6分経ったので、ここら辺でセーブしますね。で、このセーブしたデータを元に、この画面をね、ちょっと邪魔なもんは撮って、で、これもね、全画面にして。はい、ということでね、全画面表示にしましたので、ここにね、はめ込ませていただきます。ドン。はい、これがね、露出時間6分のライブスタックしたオリオン大星雲です。非常に綺麗ですよね。ちょっとね、頭の部分にね、ゴミなのか何なのかよくわからないですけれど、ちょっとまあ、ムラがあるのがちょっと気になりますが、まあでもね、非常にね、美しいオリオン大星雲ですよね。色バランスもね、結構いいですよね。これね、単焦点のね、天体望遠鏡で、本来はね、紫色の色味がかかったね、感じになっちゃうんですけれど、ちょっと一回はめ込みを外して、今ね、このね、UHC フィルターっていう、これをね、使ってます。これがね、SV ボニーからね、発売されてるものですね。それではまた、はめ込みドン。さっきのね、フィルターを使わないとね、紫色っぽいね、星になっちゃいます。今からちょっと撮影しましょうか。はい、ちょっとね、さっきとね、角度が変わってしまってね、申し訳ないんですけれど、ここの星、これがね、ちょっと紫色を帯びてるのがね、わかりますよね。これがね、UHC フィルター。これを取った状態です。このフィルターをつけると、さっきのようにね、オリオン大星雲が羽をね、しっかり広げた形になって、で、あと星の色が良くなるという、そのね、二つの効果がね、このフィルターにはあるようです。今、望遠鏡をね、入れたところなんですけれど、これがね、セレストロンのね、トラベルスコープ80でございますね。このようなね、望遠鏡で、ここに、このようにね、CMOS カメラをつけていたわけなんですけれど、一つだけね、注意するところが、ここ、CMOS カメラのね、こっち側に、バローレンズをつけてるんですけれどね、これ、バローレンズじゃなくてね、実はね、バローレンズのね、先端を外したただのね、筒です。こんな感じで。これはね、ビクセンのね、2倍バローレンズなんですけれど、先っちょで外すとね、延長灯のようにね、つけれます。なんかちょっと暗い、明るくします。これをね、実はつけないと、このセレストロのね、トラベルスコープ80でピントがね、合わないんですよ。これはこれでね、あ、初心者の人にね、使いやすそうだなとね、思ってたんですけれどね、こういうところがね、一つあると、やっぱりね、あんまりね、積極的にはね、慣れないでいますね。望遠鏡を買った後で、また延長灯のね、ご案内をね、しないといけないですもんね。まあ、ただね、このようにね、バローレンズのね、先端を外せばね、ピント合わせることがね、できますよということです。でね、このセレストロンのね、トラベルスコープ80のいいところはね、F5 なんです。F5 っていうね、数値にね、ピンと来られる方はね、いるとは思うんですけれど、実はね、望遠鏡の中ではね、かなり明るい望遠鏡になってまして、対物レンズのね、口径が80ミリに対して、こっちのね、焦点距離がね、400ミリの望遠鏡です。で、その焦点距離400割る口径のね、80で5っていうね、数字が出てくるんですけれど、それがね、いわゆる F 値ですね。カメラの F 値と同じです。カメラと同じように F 値がね、小さければ小さいほど明るいレンズになりますので、これがね、F5 っていうことは、望遠鏡の中ではね、かなり明るいレンズになりますので、電子官房のように短い時間でね、暗い星をね、映そうとする場合、このようなね、F 値の小さい、要するに明るい望遠鏡がね、かなりね、効果的に便利になってくるわけなんですね。だからね、さっきオリオン大星雲のような、モクモクモクっていうね、星雲の形。あれはね、一フレームあたりね、5秒間しか撮ってないんですけれど、それでもね、あんなブワッと出てきましたよね。それはね、この明るい望遠鏡でね、撮ったからっていうのもね、あります。この明るい望遠鏡で撮るとね、いいことはね、もう一つあって、露出時間がね、稼げるので、フィルターをつけてもね、そこまでね、露出時間を長くしなくても映り込むってことですね。で、さっき使ったのが、このね、UHC フィルターってやつなんですけれど、これね、見ていただけるとわかると思うんですが、すっごいもうね、鏡のようにね、ピカ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 反射して、あまりね、光をね、透過しません。
どんな光をね、透過するかっていうと、星の光だとかね、星雲の光を優先的にね、拾って、これ光害のようなね、光はね、カットします。実はね、これね、光害カットフィルターのね、一種でございますね。で、最近はね、光害カットフィルターもね、いろいろなものがね、実にありまして、昔ながらのね、ナトリウム灯だとかネオン灯だとか、そういったものの光をカットするだけのものから、あと、本当にね、星雲から発する一定の光だけをね、取り込むようなフィルターもありますが、これはね、強度はね、中くらいのものです。これよりね、透過するものもありますし、これよりもね、透過しないものもありますが、これはね、かなり中間的なもので、私の中ではね、この UHC フィルター、むちゃくちゃね、おすすめしてます。これよりね、光害をカットするね、QBP フィルターっていうのもね、あるんですけれど、私。これ以上にね、ちょっと露出時間を長くするので、我が家のね、ちょっとベランダで、あのようにね、気軽にやっちゃうとね、ちょっと星が伸びたりするんですよね。ですのでね、私、実はね、あれ買ってね、あんまり使ってないんですけれど、こっちのフィルターだったらね、これぐらいのね、明るい望遠鏡だったらね、使えるなと思ってね、今回試しに使ってみたんですけどね、むちゃむちゃ良かったですので。まあ、もしね、光害カットフィルターをね、お探しの人はね、この UHC フィルター、ぜひお求めください。結構ね、安いですのでね。今ね、このフィルターの値段見たらね、3780円って書いてありますのでね、かなりね、お手頃ですよね。でね、あともう一つね、用意していただくとね、すごい便利なのが、これですね。まあよく私のね、チャンネルでは紹介してると思うんですけれど、バテノフマスク。このね、マスクね、エンジェルアイス YG80 って書いてあるんですけれど、口径 80mm 用のね、バテノフマスクです。口径 80mm 用ですので、このようなね、セレストロンの AT に、このようにね、バチッとね、取り付けられるわけですね。非常に便利です。まあ使い方はね、私の動画でもね、いろいろやってはいるんですけれど、まあシリウスとかね、ベテルギウスみたいに明るい星をまずね、導入して、で、これをはめて、で、そのね、星からね、ピーピーピーってね、光のね、トゲがね、6本出ますので、そのうちの真ん中の光をど真ん中にね、合わせればね、ピントが合うってね、そういう便利グッズです。今ね、ジャストにピントが合ってるかどうかっていうのがね、可視化できます。ということでね、今回ね、セレストロンのね、トラベルスコープ80を電子感棒で使うっていうね、ところで紹介してきましたがね、初心者の方にね、おすすめできるかどうかっていうと、で、まずはね、これ単品で売られていないっていうところがありまして、まあ、電子感棒のためにね、あのバッグとセットになったものをね、買うかどうかっていう話なんですけれど、まあ、それがね、1点引っかかるところと、あとはね、この延長灯がないとピントが合わないっていうね、その2点でしたね。その2点さえね、了解していただければね、すごい非常に使いやすい望遠鏡だっていうことがね、わかりました。で、このようなね、フィルターをね、併用するとね、星の光もナチュラルにね、なってきますし、あとね、星雲もね、もくもくって出てきますのでね、星雲星団のね、電子感棒にはね、持ってこいじゃないかなとは思います。あとね、この望遠鏡とね、よく似た望遠鏡でね、スタークエスト80っていうスタークエストシリーズのね、望遠鏡があるんですけれど、あっちはあっちでね、安いですし、実はね、あっちはね、共同でね、単品売りされてるので、もしよかったらね、あれを買われるとね、いいかもしれないです。スタークエスト80はね、ちょっと私持ってないんで、延長灯がね、いるかどうかはね、ちょっとまた他の人にね、確認するか、まあ、ここのね、テロップにね、確認した結果をね、出すかにしたいとは思います。そしてね、ビデオではね、紹介してないんですけれどね、この望遠鏡もね、今回ね、ちょっと試しました。こっちはね、この間の動画で、500ミリ程度のね、望遠鏡をゲットしましたって言ってね、チラッとはね、ほのめかしていたんですけれど、これはね、ダメでした。はい、ということでね、今回のね、動画をね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。